こんにちは、ここは JR 東日本多摩地域です。今新幹線の本数比べをやっていたところですが、今日からゴールデンウィーク、それはあんまり関係ありません。でこの多摩地域と一つお隣品川駅までの間には、かつて品川客車区、東京機関区、多摩地車両センターと3つの客車、機関車、電車の車両基地がありまして、ただもうそんなに東京中心に車両基地はいらなくなりましたので、上の東京ラインとかできましたからね、いらなくなったので、じゃあそこの車両基地の敷地を一部減らして、そこに再開発ビルを建てたり街を作ったり、そして駅を建てる、そういうことをやろうということになりました。それが高輪ゲートウェイ計画とか確かそんな名前だったと思いますが、実際そこに山手線、京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅を作ることになっています。それは視聴者の皆さんもご存知だと思います。名前は公募によって決定されるということになりました。その時、高輪駅というものが第一位で、高輪ゲートウェイというものは、わずかほんのわずかの本数、ほとんど誰も投票していなかったのに、高輪ゲートウェイが、そのまま選ばれたということで、鉄道マニアだけではなく地元の人や一般の利用者からもかなりの批判が沸き起こり、また現在もそれが続いています。なんですけど、私としてはですね、JR の駅の名前なんていうのは自分でつければいいわけですよね。自分家の、ペットの名前をなんて名付けるかって、そんなのはその人の勝手です。まあ、じゃあドキュンネームっていうのがあるからね、例えば自分の、子供の名前を、何にしますか、プリンアラモードにしていいかとかね、自分の子供の名前を、なんだろうな、スーパーあずさにしていいかとかね、そういうのはちょっとこうまたやっぱり別の問題かなというような気もするんですが、まあでも別に高輪ゲートウェイっていう名前をね、つけたこと自体私は評価してるんですよ。なぜかって言ったら、高輪ゲートウェイという名前にしたことによってみんなが批判し、ゲートウェイという名前が逆に全国に広まりましたからね。この間あの辺りでタクシーに乗ることがありましたが、タクシーの運転手さんもあの駅を高輪駅ではなくゲートウェイ駅と言っていました。こんだけ印象付けられたら成功なんじゃないですかね。アッパホテルの社長と同じ戦略ですって言ったら、アッパの社長に失礼か。汚いな、あの新幹線。でその高輪ゲートウェイ駅ですが、着々ともう建設が進んでおりまして、京浜東北線の電車が、京浜東北線の品川方面行きの電車に乗ると、でその建設中のその高輪ゲートウェイのね、この中を通過していくんですよ。そうすごい面白いと思うので、ぜひ乗ってみようと思います。今から大船駅が来るようです。多摩地から高輪ゲートウェイ、品川方面、京浜東北線の南港に乗りました。これが唯一現在の高輪ゲートウェイ駅を通過する列車になっています。現在この右側に3つ線路が敷かれていますが、この3つの線路もこれから順次左側に大きく移設されます。これ今このように新しく線路が作ってありますけれど、これからこの右側を走る京浜東北線や山手線なども全てこの右側2本の線路と、それから上の立体交差の橋の上を走る線路、そこに移ることになっています。そして東海道本線がそのすぐ左側を走ります。かつてこの辺りには185系特急電車や E231 系、233系など東海道本線の電車が多く止まる車両基地でした。それがまた左の方に少し規模を縮小しながら移設され、そして空き地になったところに高輪ゲートウェイ駅を建設、そのようになったわけです。これがその高輪ゲートウェイ駅です。現在、かなり建設は進んできているように見えます。右側にも線路が敷いてありますが、ホームを通過する列車は京浜東北線、南港、これだけです。京浜東北線の快速電車がここに止まるのかどうか私は知りませんが、もし止まることになるのであれば、これを通過することができるのは逆に今のうちだけですから、かなり珍しいものになります。おそらくこれから1年、それぐらいすると、あの中を山手線なども通過するようになるんでしょう。高輪ゲートウェイを通過すると、もうすぐ品川の駅が見えてきています。本当に近いものです。現在基本的にここを走っている山手線、京浜東北線の線路は切り替えられていませんが、これから大きく左側に移設され、そして現在かなり右側を走っている京浜東北線、山手線の線路は廃線になることになっています。品川駅に到着。品川のホームもかなり改良工事がなされ、現在は京浜東北線と東海道本線を同じホームで乗り換えることができるようになっています。これはかなり便利です。例えば有楽町から京浜東北線に乗ってきた人が、この品川で向かい側の東海道本線に乗り換え、横浜までスムーズに移動できるようになります。この品川で一旦降りて切符を買いました。これは不正乗車をしていないという証拠のために撮った映像です。あんまり気にしないでください。そしてもう一度折り返し多摩地方面まで戻ります。京浜東北線の各駅停車がやってきました。これに乗ろうと思ったんですが、一番前におじさんがいて、もう窓が見えなかったので、もう一本次の電車を待ちました。その時 JR 病院で会った方にまた偶然お会いしました。どうもお世話になっております。さて、これが逆方向、
高輪ゲートウェイ、田町方面、京浜東北線、北港、大宮行きだったかな、南浦和駅、どれかそれです。ところでこれですよ、これ見てください、これ右側にものすごい角度でカーブをしている、これが、将来山手線と京浜東北線が通るルート、こちら側に切り替えられることになっています。大変なカーブです。そして、その今将来のルートの左側のところに今画面の右側ですが、更地になっているところがありますね。それから現在私が、通っているこの線路のまたこれも将来は更地になり、そしてそこに7棟の高層ビルを建てる計画になっています。その7棟の高層ビルを開発する計画がまさに高輪ゲートウェイ計画であり、そのこの辺りですね、ちょうどここにいろんなホテルとかね、さまざまな商業施設を建てるんだそうですが、だからあそこの高輪ゲートウェイが今はかなり内側に入っていて、どうやってあそこまでたどり着くんだって感じに見えますけれど、実際にはこの辺りにしっかりとした街を作って、あそこが鉄道地帯の一番際になるということです。だから今このようにね、ビルとかが何にもなくて広大な鉄道用地が広がっているわけですけど、それももうそのうち終わりとなるわけです。ちょっと寂しいですね。彼方には東海道新幹線が通っているのも見えるし、まだここからであればレインボーブリッジも見えます。いつか京浜東北線からレインボーブリッジが見えたんだよなんて、そんな話をすることがあるのかもしれません。京浜東北線の線路は未だに変わっていません。立体交差で今田町駅に入ろうとしているところです、入ろうとしているっていう頃合いではないけれど、京浜東北線の品川駅のホームの場所と田町駅のホームの場所、山手線との位置関係が違いますので、ここで山手線をまたぎ一番進行方向の左側に移るというわけです。今通ってきたところはもう丸々廃線になります。そしてこの今上から降りてきた高架橋、あそこの辺りからまたかつての京浜東北線の線路、かつてというか現在の京浜東北線の線路と合流し、そこから先今走っている区間あたりからはもう全く今とそれから将来とか変わらないと思います。もう一度田町で折り返しました。今度乗りましたのは山手線の外回り、ここから乗ったらどういう風に見えるのかも皆さんにご紹介しておこうと思います。左側に新幹線の回送線のカーブ、それから東海道本線を2つ見て、京浜東北線とここで大きく分かれます。将来の山手線はここで今2本に敷かれているその左側の新しい線路を走ります。この高架橋を上に登っていくのはさっき私が乗ってきた田町、品川から田町へ向かう京浜東北線が利用するところです。前方に高輪ゲートウェイの駅、かなり立派です。この辺りにたくさんビルを並べるわけです。高輪ゲートウェイ駅自体が開業するのは令和2年のことですが、しかし山手線京浜東北線のこの今通っているこの部分を更地にした後、そこにビルを建てるという工事がありますので、それが全て完了するのは令和6年頃になる予定です。だから高輪ゲートウェイ計画はそれでようやく完成するということになります。まだまだ遠い将来のことです。しかしそうするとおそらく現在の汐留のようにかつてここには確かに鉄道が通っていたのだけれど、もう全くその後はわからない、そのような状態になるんじゃないかなと思います。私も小さい時ここで機関車やブルートレインなどがあちこちで行き交っている様子を見ました。それが随分過去のものになるんだなと思うと少し寂しいし、また逆にその時代の生き証人として今後も活躍したいと思います。列車はまた従来の廃線通り品川駅に入ってきました。品川駅の山手線のホームとかこの辺は多分高輪ゲートウェイが開業しても特に変わることはないんじゃないかなと思います。さて今度は京浜急行のホームに上がってきました。ここからでもちょっと高輪ゲートウェイのホームが見えるので、ホームというか屋根が見えるので、じゃあ今度京急で泉岳寺方面まで行ってみようと思ったわけです。ところがやってきたこの泉岳寺行きはちょっと混んでいたので、次の列車を待つことにしました。こっちだったら空いてるからカメラを回すにも適切そうです。京急線は高架になっています。だから高いところからこの街の様子が見えます。これは絶対に貴重な映像になるはずです。今のうちに見ることができてよかったと思います。この品川周辺の空、これが大変広くなっている車窓、これももうじき見納めとなるわけです。このビルがこの周りに何もなくぽっかりと空いているのは、つまり真ん中に鉄道用の巨大な車庫があったから。もうなかなかこういった光景を見ることはできません。山手線と京急がこのように並走しながら地下に潜るのも、それからこれは泉岳寺駅に貼ってある地図ですが、このようにして大量の線路で埋め尽くされている、なんだかちょっと怖くなるようなこんな地図が見られるのも、もうあとせいぜい 2,3 年のことかと思います。今指を指したあたり、それがこの部分ですけれど、このあたりももう完全に広々とした高層ビルなどが並ぶエリアになるということです。彼方に高輪ゲートウェイの駅が見えていて、この今壁のすぐ裏側を山手線や京浜東北線が通っていますが、実際にはそれが高輪ゲートウェイのあの駅舎のあたりまで大きく左へずれるということです。ところでこれ高輪大木戸跡と書いてあります。これはお江戸の南側の入り口ということで、
そこにもね、夜になるとあの入り口を塞ぎ守っていたのが書いてありますが、これがまさに昔の高輪の、入り口大木戸ゲートウェイというわけです。これを元にして高輪ゲートウェイの名前が付けられました。そのすぐ脇には高輪橋、なんつったかな、可動橋って言ったと思いますけれど、こういう非常に低い道をまたぐ橋がありまして、逆に言うとこれはですね、非常に低いガード下なわけですが、 1.5 メートルほどしかその高さがありません。これは本当に驚くべき高さです。これについては単発で一つ紹介するほどのボリュームがありますので、動画を次のものに分けさせていただきたいと思います。かなりびっくりですよ。普通に歩くと頭を打ちますからね。ちょっとこの脇のあたりで最後にまた、今まだ広く見られる東京の中でも大都会の中でも珍しい広い空を拝みました。いつかこの光景も過去のものになるはずです。ご視聴ありがとうございました。